アントン・アナトーリエビチ・ボビョル、ロシア語、1982年9月28日帯は、現ロシア・タタールスタン共和国、ナーベレジヌイエチェルヌイ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは MF。ロシアプレミアリーグ以降後のクリリア・ソベトフサマーラにて、最多出場記録を保持している。1982年、現ロシア・タタールスタン共和国のナーベレジヌイエチェルヌイで、 生まれた。彼の父親は、トゥルビーナ・ナーベレジン・イェチェルヌイで1977年から1980年までプレーしたサッカー選手であった。7歳時にカマーズのユースに入団。最初のコーチはミハイル・シャバノフであった。1994年8月4日から14日までサマーラで開催されたジュニアリーグのトーナメントでは、 ボビオルが所属するカマーズが決勝戦まで上り詰めた。結果は地元のサマレツが優勝してカマーズは準優勝に終わった。対戦相手には後にクリリやソベドフサマーラでチームメイトとなるアレクサンドル・アニコフなどがいた。1995年の DFL では5位であったがスーパーカップにおいては優勝を果たした。アントンは栄誉称号である DFL スポーツマスターを受賞。 コーチのミハイル・バシャノフは DFL の名誉コーチとなった。1998年、2部リーグに所属していたカマーズと契約。同年11月7日、最終節の FC アルセナル・トゥーラとの試合で、フル出場して、プロサッカー選手としてのデビューを飾ったが、チームは22位の最下位で3部リーグへ降格となった。1999年9月13日、 FC メタルルクメチズニク戦で初得点を記録。10月16日の FC ディナムイジェフスク戦では2得点を挙げた。オフシーズンにロシアプレミアリーグ所属のクリリア・ソベトフ、サマーラからオファーが届き移籍した。2000年4月1日、第2節の FC ロコモティフモスクワ戦でプレミアリーグデビューを果たした。そのシーズンには計7試合に出場。 フル出場とはいかなかったものの、10月14日の FC ゼニトサンクトペテルブルク戦ではスタメンで出場した。2004年のシーズンはプレミアリーグで3位と躍進したが、アントンはサトルン・ラメンス・コエとのテストマッチで負傷して治療を受けたことから13試合一得点に止まった。2005年7月31日、第18節の FC トム・トムスク戦で、 プレミアリーグ通算百0 0試合出場を達成した。2006年シーズン終了後にクリリアとの契約が切れ、クリリア側と契約延長の交渉が行われたが、決まらなかった。2007年1月に FC モスクワと契約交渉をしたが、ディフェンダーで採用したい FC モスクワ側と条件で、折り合いがつかず、破談に終わり、後にクリリアと2年契約した。二千十二年六月、 プレミアリーグに昇格を果たした FC モルドビア、サランスクに移籍をした。2002年3月27日、エストニア代表との試合で、ロシア代表デビューを飾った。既婚者でアリーナ夫人との間に子供が一人いる。ありがとうございます。